なんだ、俺の巨人が倒れて。さっきは随分と楽しそうだったな。もっと楽しんでくれよ。そうだったよな。こいつはまだ殺せない。誰か生きてる奴はいねえのか。そいつにこいつを食わせて獣の巨人の力を奪う。おい、どこに行く。止まれ。いてえ、やりやがったな。リヴァイ、いてえよ。待てよ、俺はあいつに誓ったんだ。あの野郎、本当に生き返りやがった。あ、アルミン、超大型巨人が少し細くなってる。みんなでライナーを引きつけてくれ。ベルトルトは僕とエーレンで倒す。わかった、ライナーは私たちに任せて。勇気が湧いてくるんだ。海を見に行くよ。いいか、ベルトルトはアルミンとエレンで何とかすると信じろ。了解。この筋がない。何を食らった。一撃で鎧の膝が。自分で考えた作戦だけど、だから大事には至らないあたりで切り上げるけど、あとは任せたよ。だから何があっても僕の作戦守ってくれよ。もう十分だ、終わりにしよう。よく戦ったよ。明日は俺がおとりになる。ミカサは残りの一本でライナーの口の中からうなじを狙え。なぜだ、アルミンを吹き飛ばせない。骨は消費しないんだ。肉に刺さなければアンカーは抜けない。この程度じゃ足りない。もっと時間を稼ぐんだ。耐えろ、僕が捨てられるものなんてこれしかないんだ。海を見てくれる。今だ、イカショした巨人のカカシを作るための時間稼ぎ。僕も隙を作るため。クソ、分かってたはずなのに。僕は逃げてない。お前が誰よりも勇敢なことぐらい。